モンマ刑事は、日本の高校野球指導者。東海大学附属相模高校元社会科教諭、公式野球部元監督。東海大相模高校時代は首相に就任するが、甲子園出場経験はない。その後、東海大学に進学。しかし、怪我のためマネージャーに転校。当時の原三監督の運転手などを務める。大学卒業後は、東海大。 東海大相模高校でコーチを務め、1999年に29歳で、東海大相模高校の野球部監督に就任。2000年春、2011年春、2015年夏、2021年春には、甲子園大会で同校を優勝に導いている。2021年春の選抜大会では、選抜大会史上初の親子高での優勝を成し遂げる。これは、 門馬の恩師でもあり、親子高で甲子園を沸かせた原貢具、辰則親子においてもなし得なかった異業である。この大会では、首相が大会途中で入院したため、次男が首相代行を務めた。その後の春の神奈川県大会も制し、県内においては41連勝中だった。だが、体調面の不安などから2021年夏の大会をもって、 監督の退任を決断したことが報道された。しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大による登録メンバー17人の要請が明らかになった。県大会で辞退となり、対戦予定であった7月24日の準々決勝の対藤沢商量高校戦は、不戦敗となり、春夏連覇がついえることとなった。実質的に公式戦最後の式は7月22日に、 バッティングパレスイ、石スタジアム平塚で開催された神奈川県大会後5回戦の台風寺霊学園藤沢高校戦となった。公認監督の候補としては、東海大相模 OB の元プロ野球選手で、現在は、系列校の東海大静岡商用高校の野球部監督を務める原俊介の名前が挙がっている。その後9月1日付で公認に、 前述の原が監督として就任することが発表された。同年9月30日付で同校を退職。モンバには、次男、カ目の子供がいるが、いずれも東海大相模高校に、選手、マネージャーとして所属している。長男は、東海大相模出身で現在は、東海大学にて選手としてプレーしている。2021年度には、東海大学で首相に就任している。 長女は東海大相模野球部にマネージャーとして所属していた。次男は2021年春の選抜大会で首相代行を務め優勝に貢献した。ありがとうございます。